どうもこんにちは、リオです。今回はアメリカ留学のリアルな生活費を公開していきたいと思います。海外留学とかアメリカ留学を考えてる人ってたくさんいると思うんですけど、その中で1ヶ月にどれくらい生活費がかかるのかっていう情報ってあんまり出回ってないと思うんで、今回は僕が住んでるアメリカのコロンバスっていう都市で1ヶ月にどれくらい生活費がかかってるのかっていうところを、まあ一つ一つリアルにお伝えしていこうと思うので、ぜひ皆さんの留学の参考にしていただければなっていうふうに思います。一応今回は1ヶ月の生活費っていうテーマでお話しするんで、毎月発生する費用に絞ってお話ししようと思ってます。なので大学の学費とか教科書、保険代、その他諸々に関してはまた別の動画でまとめてお話ししようと思ってるんで、気になる方は、今後発信する動画もチェックするようにしてみてください。ということで早速本題に入っていきたいと思うんですけど、今回は1ヶ月の生活費を、種類ごとに分けて一つ一つ紹介していきたいと思います。それでは早速一つ目、食費に関してお話ししていこうと思うんですけど、食費に関しては、最近なるべく自炊をして、食費をあんまり使わないように心がけてます。というのも先月までは学校の課題とかプロジェクトで多くて、毎日外食してたんですよね。まあ、その時は週5で外食して、で、自炊するのは週1とか週2とかだったんで、食費がとんでもないことになってたんですよ。で、今月に入ったぐらいから生活費がないことに気がついて、まあ、これはいかんっていうことで、今月から自炊をするようにして、生活費を抑えるようにしてるっていうのが現状になります。って言っても授業が毎日昼頃にあるんで、まあその時はキャンパスで昼ご飯を食べたりするんですけど、晩ご飯に関しては今のところ週6ぐらいで、自炊するようにしてます。ということで食費の金額を、公開していこうと思うんですけど、一応スーパーと、外食、この2つに分けて紹介していきたいと思います。それでは食費を公開していきたいと思うんですけど、1ヶ月にスーパーで使った金額が138ドルで、外食に使ったお金が144ドル、合計282ドル、食費に使ったことになります。日本円で3万7千円ぐらいですね。自分で計算してみて驚いたんですけど、結構安くないですか？1ヶ月で食費4万円以下って考えると、まあ、なかなか自炊した効果が発揮されたんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに自炊なんですけど、僕は料理があんまり得意じゃないんで、基本的にオムライスか、照り焼きチキンかカレー、この3種類しか作れないです。一週間のメニューで言うと、週2でオムライスを作って、週4で照り焼きチキン、で週1でカレーがあるかどうかっていう感じの頻度なんで、まあ、かなり偏ってると思います。まあ、僕的にはこのメニューで満足してるんで、特に問題はないんですけど、まあ、基本的にこのメニューだったらどの材料も安いんで、まあ、そのおかげもあって今月は、かなり節約できたんじゃないかなっていうふうに思います。外食に関しても週1、2ぐらいで抑えてたんでかなり安く済みましたね。ちなみに外食は1回で1500円とか3000円ぐらいするところが、ほとんどです。ファストフード店とかだと、1200円から1500円ぐらいで、普通のレストランになってくると2500円とか3000円ぐらいかかることが、ほとんどなんで、1回の単価は日本と比べるとかなり高い方だと思います。でも今月はなるべく外食を抑えるようにしてたんで、今月の食費に関しては、あんまり高くはなかったですね。ちなみに比較のために自炊を始める前の食費も公開しておくと、先月の食費なんですけど、スーパーで173ドル。で、外食で510ドルの合計683ドルも食費に使ってました。で、日本円に換算すると8万9000円になりますね。まあ、今月の節約っぷりを見ると、まあ、どれだけ外食にお金を使ってたのかっていうのがあからさまになりましたね。まあ、外食って言っても、ウーバーイーツみたいな配達ばっかり頼んでたんで、まあ、それは高くなるわって感じなんですけど、まあ、でもこれはこれでいい比較になったんじゃないかなっていうふうに思います。節約すれば月4万円以下で抑えられて、で、外食ばっかりすると月10万円近くなるっていうことが分かったんで、もしこれから留学に行かれる機会があるっていう方にとっては、この食費の内訳っていうのは結構参考になったんじゃないかなっていうふうに思います。次に交通費に移りたいと思うんですけど、僕は車を持ってないんで、交通費は主にウーバーかリフトになります。で、僕が住んでるところでは、ウーバーよりリフトの方が、人気かつ安いんで、僕は基本的にリフトを使うようにしてるんですけど、まあ、交通は基本的に、リフトかバスになります。で、僕はバスも乗ってるんですけど、バスは、学生証があればタダで乗れるんで、僕の場合バス代は、ありません。まあ、さっきも言った通り、今月はなるべく節約するようにしたんで、あんまりウーバーとかリフトっていうのは使ってなかったんですけど、逆に先月までは、まあ、ほぼ毎日タクシー通学をしてたんで、まあ、その分交通費がえげつなかったですね。で、食事と同様、交通費もなるべく抑えるように今月を過ごしてきたんで、今月の交通費はかなり少なく済みました。いくらだったのかっていうと、
たったの20ドルでした。日本円で言うと2500円ぐらいですね。まあ、なんと今月は2回しかリフトを使わなかったんで、交通費はほとんど出費なしでしたね。ちなみにその前の月はどうだったのかっていうと、交通費合計210ドルでした。なんと今月の10倍以上っていう、まあ、驚きの出費っぷりですよね。まあ、それは毎日リフトを使ってたらこの金額になるのは当然っちゃ当然なんですけど、僕が住んでるところは1時間に2回しかバスが来ないんで、バス通学には結構不便だったんですよね。っていうのもあって一時期はリフト通学をしてたんですけど、なんせ今月に入ってお金がないっていうことに気づいたんで、緊急時以外はバス通学にしようっていうことで、まあ、今月は大幅に交通費を抑えることができました。次に雑費の詳細をお伝えしていこうと思います。まあ、このセクションに関しては毎月、触れ幅があるんですけど、雑費って何なのかっていうと、まあ、例えばスキンケア商品を買ったり、靴を買ったり、映画を見に行ったりっていう感じですね。まあ、ここら辺はさらっと流していきたいと思うんですけど、まあ、今月雑費に使ったお金は合計で28ドルでした。実を言うとですね、僕はあんまり食費以外のお金をかけないんですよね。まあ、最近は物欲がないんで、まあ、ほとんど物を買ってないんですけど、この28ドルの内訳も、まあ、リップクリームを買ったのと、Amazon とか教育系のサブスクのお金だけで、それ以外は何も買ってませんでした。ちなみに先月の雑費なんですけど、これは今月よりも多くて108ドルでした。まあ、先月は何かと事務系でお金を使ったりしてたんですけど、まあ、それでも100ドルぐらいなんで、まあ、そんなに使ってない方だと思います。まあ、基本的に服買ったりとか旅行に行ったりとかしない限りは、雑費ってそんなに増えないと思うんで、まあ、ここは個人差によると思います。それでは最後に、お待ちかねの家賃と、その他諸々の金額を発表していきたいと思います。僕は寮じゃなくてアパートに住んでるんで、まあ、毎月その家賃を払わないといけないのと、あとは水道、ガス、電気、インターネットとかっていうのは、全部個人で契約してるんで、まあ、それも、合わせて発表していきたいと思います。で、あと僕のアパートには洗濯機と乾燥機がなくって、アパートで管理されてるコインランドリーを、毎月使ってるんで、まあ、その洗濯機、乾燥機にかかる費用も、一緒に公開しようと思います。で、まず家賃からお伝えすると、僕はワンベッドルームのアパートに住んでるんですけど、僕の1ヶ月の家賃は930ドルになります。日本円だと12万円ぐらいですね。まあ、日本人の感覚からすると、まあ、ちょっと、高いように聞こえるかもしれませんが、まあ、こっちだと結構平均的な、値段だと思います。まあ、他のアパートに住んでいる僕の友達も、まあ、同じような条件で1ヶ月700ドルとか800ドル払ってる人が多くて、まあ、ルームシェアしてる友達とかも1ヶ月900ドルとか1000ドル払ってる人がほとんどなんで、まあ、僕の930ドルっていう家賃も結構平均的な値段だと思います。広さで言うと60平米あるかどうかぐらいなんで、まあ、日本のアパートと比べると結構広々してると思います。あとクローゼットが2つあって、そのうちの1つはウォークインクローゼットになってて、まあ、収納がかなりできるんで、まあ、一見こう贅沢してるように見えるかもしれませんが、これでも結構一般的で、まあ、庶民向けのアパートになります。で、ちなみに家賃は住む場所によって全然違ってくるんですけど、僕が住んでるところはコロンバスっていうアメリカで15番目ぐらいに大きい都市で、まあ、結構栄えてるところではあるんですけど、ニューヨークとか LA に比べると物価自体は安いんで、家賃もそこまで高くはないっていう感じですね。まあ、それでも1ヶ月1000ドルぐらいが結構一般的な、家賃の値段なんじゃないかなっていうふうに思います。次、その他公共料金と、まとめて公開していこうと思うんですけど、まず公共料金が月々固定で125ドルになります。内訳なんですけど、水道ガスが85ドル、電気が25ドル、洗濯機乾燥機が15ドルになります。これは毎月固定の金額なんで、まあ、使用量に関係なく毎月この値段を支払ってます。まあ、そんなに高くもなく低くもなくっていう感じだと思います。まあ、冬とかは暖房の値段を気にすることなく、ヒーターとか使えるんで、まあ、その点はいいと思うんですけど、あんまりそういうヒーターとかクーラーを使わない人にとってはちょっと損してる気分になりますね。で、最後に僕が使ってるインターネットの値段を、公開しようと思うんですけど、僕は200メガのスピードのインターネットを契約していて、月々35ドル支払ってます。まあ、おそらく安い方なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そんなにネットのスピードは速くないんですけど、YouTube 見たりとか、調べ物をしたりするのには全然問題ないんで、まあ、僕はこのスピードで満足してます。ということで、すべての生活費を公開し終えたんですけど、どうでしたか？一応これを全部合わせると、4月の総額が1420ドルになります。日本円で18万5千円ぐらいですね。まあ、今月に関して言えば、僕的には結構安く済んだんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、皆さんはどう思いますか？ちなみに出費がやばかった3月の生活費がこちらになります。2091ドル。
日本円で言うと27万円ってえげつなくないですか。節約した月と何も考えずに過ごした月でこれだけ差が出るって、まあ、今までどれだけ無駄遣いしてたかって思い知らされますね。まあ、少し言い訳をすると、まあ、先月は課題とかプロジェクトがめちゃくちゃあって、まあ、なるべく通学とか食事に時間をかけたくなかったんで、まあ、それでいろいろお金を使ってしまったんですけど、まあ、それにしてもちょっとお金使いすぎてたなっていうふうに今となっては思います。ということでいかがでしたでしょうか。結構留学のリアルな部分をさらけ出したと思うんですけど、予想よりも高かったですか？皆さんの感想も聞きたいんで、よかったらコメント欄で感想を教えてください。あと実際に留学に行ったよって方は、その時1ヶ月でどれくらい生活費を使ってたのか、コメント欄で教えていただけると、僕の参考にもなるんで、まあ、気軽にコメントをしていただけると嬉しいです。僕はね、正直この生活費は高いって純粋に思いました。まあ、さっき安いって言ったんですけど、やっぱり日本と比べると、節約して月18万円って、まあ、個人的にはかなり高いって思いますし、まあ、日本ではそんなに使ってなかったんで、やっぱりこうやって数字を見てみると、アメリカの物価の高さっていうのがやっぱり改めて思い知らされましたね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、これが留学のリアルっていうことで、まあ、これからアメリカへ留学を考えている人にとって、まあ、少しでも参考にしてもらえればなっていうふうに思います。で、僕のチャンネルではこういうふうに留学のリアルな一面とか、まあ、現地就職に関して動画を配信してるんで、まあ、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画が少しでも参考になったなっていう方は、高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。それでは、バイ。